さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったトロットスター突き放しにかかります。2番手はエアブレイブ、後続は大きく離れました。2番手は大気トレジャー、トロットスター独走、トロットスターぶっちぎりです。トロットスター1着、2着は大気トレジャー、これは物が違う。トロットスター、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってアンブラサモア、カワチシェル先頭、2番手はアンブラサモア、懸命に追いすがります。あと 200m、 カワチシェル先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。2番手はフォートカイザー、カワチシェル独走、カワチシェルぶっちぎりです。カワチシェル1着、2着はフォートカイザー、これが世界の実力だ。カワチシェル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってオートリータンポポ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 オートリータンポポ差を広げる。2番手は織姫チーフ、オートリータンポポ1着、オートリータンポポ完勝、オートリータンポポ1着、2着は織姫チーフ、これは桁外れの強さだ。オートリータンポポ、さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はホットシークレット、あと 200m、 先頭は当選フェアリー、先頭は当選フェアリー、マイネルカフェ追いすがります。当選フェアリー先頭だ。当選フェアリー、当選フェアリー1着、2着にはどうやらマイネルカフェ、見事に勝ちました。当選フェアリー、マイネルカフェ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のプライムノバゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。 EG8R、 これは好スタート。ミラクルイグリッド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて EG8R 行きました。これに続くのがミラクルイグリッド、その外にアドマイア8、オータムステディ、そのうちに続いています。内からはクリアミスワキ、その外からピースグライス、その後ろにマイネスイス、ピンクの帽子プライムノバ、その後ろ内からは東海パートナー、その後ろからは東海シップ、内からはスノービクトリー、さらにはダークアヤメ、並んで9番プリモディーネ。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。トゥーザビクトリー、ここで先頭が入れ替わりました。エイシンルーデンス、トゥーザビクトリー2番手に控えました。クリアミスワーキ3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはトゥーザビクトリー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 トゥーザビクトリー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はレッドチリペッパー。トゥーザビクトリー1着、トゥーザビクトリー完勝。トゥーザビクトリー1着、2着はレッドチリペッパー。これが世界の実力だ。トゥーザビクトリー。